東京挫折組です。お願いします。吉本楓さん1600円、今日はフリチャのみの配信ですか、ゴリゴリスパチャ配信です待っておりましたありがとうございますね。とゆうさん1000円、今日もかっこいいねたーくん、ありがとうございますで全然 DM が来ないけどあなたからいつ来るの DM、うん、待ってるんだけどねいつもここでしか思いを伝えてこないというね、特殊な人ですけどね、ありがとうございますね、なぜかサランヘオさん1000円、今日とある街を歩いてたら漫画漫画という名前のお店を見かけました。もしかしてこちらの配信主の方は矢野矢野さんですか。普通に矢野1回ですそれあなたが今日漫画漫画っていう名前のお店見ただけなんでね、はい、僕は関係ないので、はい、よろしくお願いします野茂シリカさん1000円、飛行機代はこちらで持ちますので田舎からの配信にするように話を進めても大丈夫ですか。大丈夫じゃないです、はい、その帰らせてどうしたいんですか、はい、うん、別に配信はどこからでもできちゃうからね、うん、帰ったところで別にまた配信するだけなんだけどね、はい、よろしくお願いします。神戸山口組副組長さん1600円、適当に体調不良って言ったら1週間休みなった。毎日配信見れるねもうこの1週間で矢野中毒になっちゃう松風ちゃんさん1000円、今日もぼーっと見てるんだけど1000円、これって矢野茶、それで大丈夫です、はい、とりあえず何でもいいので投げていただけるとこうやって読みます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあミレンタランタランティーノ監督さん1600円、矢野さん僕は今日人助けをしました、杖をついたご老人が重たい荷物を大変そうに運んでいたのでいても立ってもいられずどこまで運んだらいいか聞いて杖を持ってあげました。目的地まで着いた頃には息をぜいぜいしていたので杖を持ってあげなかったら大変なことになっていたと思います。人助けって素晴らしいことだと感じました。これに関しては僕からはもう何も言わないです。あなたが人助けだと思ったんだったら人助けです、はい野茂シリカさん1000円、頭の平らな部分まで後退してきましたね、うふふふふふふ、笑わないでください、はいシンプルに失礼なんでね、はい、, 笑っていいことと悪いことありますよ、はい木更木圭さん1000円、矢の父が医療用大麻を、893に横流ししてるってガチ嘘っすねいつも僕系の噂を誰から聞いてるんですかあなたは、ほんで全部嘘なんですけどもね。よーくんくん元気ですよ。野郷さん1000円、矢野のフグル、野郷さん1000円、矢野のふぐりクリッククリックやめてくださいゾワってなっちゃうんで今はね何も起きてなかったですけどね、よろしくお願いしますね。神戸山口組副組長さん1600円、矢野から医療用大麻5000万で買ったから本当だよ、嘘広げないでください盛り上がらない嘘だけ広げないでくださいね野茂シリカさん1000円、以前はそのほくろの位置まで髪の毛があったんですか、だから少しうるさいですうるさいんだったらめっちゃうるさくあってください少しなんで本当に、うん、あったんちゃう多分、うん、寿司三昧さん1000円、アイケフレンズスクイーンウォー、真顔で正面から映る頭上にはハウトルック、ネバステイング、すいません、これ僕が昨日サブアカに上げた動画の内容書いてこないでください身長測るやつね、やめてくださいね誰がわかるの、俺自分でも忘れてたわ今、147センチっていうとこ見て思い出したんで僕より僕に詳しいのだけやめてくださいね。はい。という、野郷さん1000円、矢のまま息子さん大きくなられましたね。息子さんの息子さんは今度会いに行きますか、来なくて大丈夫です。はい。
僕の息子を見せるタイミングはね自分で決めますので寿司三昧の連れのガールズバー女公式さん1600円、初見です、今までありがとうございました、あと 2,3 回は来てください。このね名前の面白さ的にね今日でやめるのはちょっともったいないからあと 2,3 回ぐらいはね粘れるんじゃないでしょうかね。ということでいきましょう。スギャルさん1600円、5000万から医療用大麻買えるって本当ですか、僕には分かりません。大麻マスターみたいにしないでくださいね。ノムシュリカさん1000円、うるさくてごめんね、謝罪と言ってはなんだけど自分からコートの下に何も服を着てこない女の子紹介しようか、あごめんお前のレベルじゃ扱いきれねえか、これはだいぶうるさいです。今まで少しだったんですけどこれはかなりうるさいです。やめてくださいね。キサラギ K さん1000円、矢野監督お疲れ様でした、次の監督さんとは何か話されましたかの、だから僕阪神の矢野監督ではございませんよ。指揮官できる頭ではございません僕。ああ憧れのさん1600円で無言の圧力やめてください。とりあえず何に憧れてるんですか。そこからね教えてくださいね。吉本楓さん1001円で無言の圧力やめてください。値段で遊んじゃおうかなじゃないんですよ。行き過ぎマドンナサキさん1600円、矢野くんはとっても可愛いからビール瓶とリモコンで可愛がってあげたい、殴るっていうことでしょうか。だとしたら血の匂いがするのでやめてください。僕は頭切れやすいんでね、頭殴られたら守るものがないからね、すぐ血出るんでねやめてくださいね。焼き鳥丼の飲食店あるあるチャンネルさんの1000円以上のスパチャからになっちゃうのでごめんなさい、有名人とか関係ないのでごめんなさい、これルールなんですよ。ごめんなさい、この人すごい方ですからね皆さんね。ただ有名とか関係ないんですこれやっぱり。ということで、だから檜垣さんルールを守ってくださいね、これだから違うんですよ、もうこの2つで1000円超えちゃってるから、何やってんの、同じこと書いて、ルールを守ってくださいね、その刻みとかもいらないです別にね。以上からのやつになっちゃうので他の皆さんに申し訳ないからね、これ檜垣さんだけ特別扱いするわけにはいかないからね、やめてくださいね。何の意味があるんですかこれね、本当の金持ちの遊びみたいなのだけやめてくださいね。焼き鳥丼の飲食店あるあるチャンネルさん1600円、これは録画放送ですか、このグダグダ感は完全生やろ。録画でこんなグダグダなの流さんやろ。足とか書いちゃってんだから、だって俺もそうなんですよ檜垣さん、こうこれですね、ようやくね、ありがとうございます。今までの矢の草は何だったのかというね、一体厚森運比平尾町さん1600円、ちゃんとルールを守ってる配信なら TikTok ライブバンされないと思う、TikTok ライブがバンになる理由はこんなこと言いたくないですけど皆さんのコメントです。僕はルールは守ってるつもりなんですよ。でもその皆さんのコメントをやっぱりそのね、せっかくいただいてるんで読まないとじゃないですか、だから読んだらこうなるんですよいつも。また1週間バンですよこれ、また震えた手で異議申し立て送るんだから。シースバラさん1000円、初見です、かっこいいじゃん、分かってんじゃん、はい、分かってるね、センスいいっすねシースバラさんね、顔の。異常な健常者さん1000円、みんなのためにとかみんなのおかげと気軽に大義名分を振りかざす者は失敗した時それが見苦しい言い訳や支援にとって変わる、これは僕に対して言ってますか、はい、肝に銘じますね、はい。異常な健常者がこんなこと言うことなかなかないからね、あんまり言い過ぎない方がいいぞということでしょうかね。
寿司三昧さん2000円。へへへへ、イエーイ。だから今夜は寝かせないの動画の台本だけ書かないでください。僕らですら台本に起こしてないんですよ。なんであなたがセリフを起こすんですか？いつもやってきますけども、大丈夫なので書かなくて。ヌムシリカさん1000円。この前なんですが、高円寺のガード下でよくわからない似顔絵みたいなものを売ってませんでしたか？普通に売ってませんでした。いますけどね。高円寺のガード下、そういう人が4人ぐらい並んでる時あるから。ふみちゃんさん1600円。ギリギリがゲルウェイクよりフラフラしたっていいじゃないかよ。それでも前に行くしかないんだから大丈夫。僕の場合はなんでこれ気に入ってるんですか？ここ3回ぐらい連続で歌わせてきますけど、不快な人の方が多いと思いますけどね、これね。あなただけなんですよ、いつもね、送ってきてね、歌わせるのね。憧れのさん1600円。顔の真ん中に鼻がついてるよ、取ってあげようか。痛いんで大丈夫です。ついてていいものなので、ちょっと僕の嗅覚だけ失わせないでいただけるとありがたいですね。よろしくお願いします。写真刺さってて草、これ地毛ですね。顔出ししてください。ギャン出ししてますね。北の偉い人ですか？日本の偉くないフリーターですね。